はい、こんにちは、ケイスケです。谷村です。前回、一番最初に出品する方法を動画でアップしたんですけれども、今後ですね、この昇恵流 eBay トップセラーへの道ということで、シリーズ形式でですね、初心者の方が eBay 輸出を進めていく手順を流れに沿って話していきます。で、このシリーズは1日1本のペースで上げていきますので、これを毎日見ていただければ、あなたが初心者の状態だったとしても最終的にはトップセラーになれる、そういった企画にしていきます。では今回は2回目以降の出品について。で、最初の出品ではこの左上のセールというボタンを押して進めていたと思うんですけれども、2回目以降はこのセールシミラーというところから、出品作業に入ってください。こちらの画面はセラーハブのリスティングスのアクティブから入ったところですね。で、このセールシミラーから出品ページを作成すると、いちいちテンプレートを HTML でコピペする必要がなくなるんですね。あとはアイテムスペシフィックも引き継がれますので、例えば同じ商品の色違いだったり、そういった商品はアイテムスペシフィックの中で買えるところはカラーぐらいになります。だからまあそういった似たような商品を出品するときにも便利ですね、セールシミラーの方が。で、タイトルだったりカテゴリー設定、画像アップロードなどについては最初の出品方法動画で解説した内容と同じになります。まあ気をつけるところで言うと、価格と送料設定ですかね。この2点についてもそのまま元の商品データのものが引き継がれてしまいますので、かつ間違ってると赤字になってしまったりしまいますっていうことがあるので、この2点はですね、修正漏れがないように気をつけてください。で、前回の出品動画では 6kg と 900g の送料設定を作成しましたけれども、例えば今回2回目に出品しようとしている商品が 3kg で、まだその重量の送料設定を作っていないという場合は、こちらのクリエイトから新しく 3kg の送料設定を作成してください。そんな風に出品を繰り返していくと、送料設定がどんどん多く作成されていくはずなので、例えばまた 3kg の商品を出品したいという場合は、このプルダウンメニューから選べば大丈夫という感じになりますので、まあ、どんどん楽になっていきます。で、あとは全部登録し終わったら、このリストアイテムを押して出品完了ですね。はい、では2回目以降の出品方法については以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。